はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら。ババーン。アルケミーのオルドフダンジョンですね。はい。まあね、今回、バフかな、アルケミーに、アルケミーで、ダンジョン系統に結構なバフが入ったんですよ。はい。まあ、ガーゴイルのサイズが、まあ、ガイゴイルの、コストが下がったり、冒険者のサイズが上がったり、まあ、アサーラックはなんか、ナーフなのか、バフなのか分かんないですけど、があったりとか、まあ、急な落下とかね、まあ、こういう、まあ、除去プラスダンジョン探索みたいなカードだったりとか、まあ、純粋にダンジョン探索できるカードっていうのが非常に使いやすくなったんですよね。はい。まあ、これによって、やっと今まで、まあ、ファンデッキ止まりだったかなから、まあ、ギリギリ使えなくはないかなぐらいまでは、評価は上がったのかなっていう印象ですね。はい。まあ特にこの改良のガーゴイルですね、このカードのコスト減少っていうのが非常に大きくて、今までか、2コスト帯で強いカードっていうのがそんなに多くなかったんですよね、ダンジョンデッキって。はい。どうしても3コスト帯に強いカード固まってちゃって、で、今の白の 3コスト帯って、まあナダール入れたいんですけど、まあ聖戦士だったりスカイクレーブの亡霊だったりとかね、まあ結構いろいろといた中で、さらにこのガーゴイルを入れるわけってなかったんですよね。まあただね、これがコスト2になったら話は別で、まあしっかりと使えるようになったのかなーっていう印象ですね。はい。まあ個人的な評価としては、まあ使えなくはなくなったかなくらい。今までは、まあほぼネタデッキみたいな感じに止まってたんですけど、まあある程度まともに運用ができるようになったのかなっていうのはこのデッキの評価かなと思います。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率的には多分5割ほどですね。まあ評価上がったとはいえ、まあ、ガンフリ対面っていうのも存在するので、その辺は所感の方で解説していこうと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、キープですかね。そうですね。後手引いてるのがめちゃくちゃ弱いですけど、まあ、キープはできるかな。うん。ファンデルバーの失われた鉱山でスクライができるので、まあ、土地見えれば OK かなぐらいな感じでいきましょうか。ただこれは、こっち側でいいですね。うん。ファンデルバーの失われた鉱山でスクライして、まあそっからスタートかなと思いますね。レンジャークラス。まあ、ナダール引けたのも結構でかいかな。うん。まあ、基本的にスクライで問題ないと思います。あー、これは欲しいですね。うん。で、次は宝物かな。そうですね。まあ、レンジャークラスとかで、どんどんサイズ上がりますけど、うん。まあ、この3点は、特に何もなく。消失の宿当てるのは、まだ後でいいと思います。とりあえず、ナダル置きましょう。まあ、宝物で。うん。エンド？これで、バローウィンが出せるようにはなりましたね。うん。バローウィン出したタイミングで一旦いけるかな。うん、一旦一周できるようになったかなと思います。まあブロックしないで、ただないくつか嫌なポイントもあるんですけどね。ジャビノベールがあった時に恨めるんですよね。一旦これガーゴイル出して様子見するっていうの一つの手なんですよ。まあ、ガーゴリ出しますか。止まんなかったら多分、ジャビノベールではないです。うん。これは、そこにいる狼をサイズダウンして、消失の宿で。うん。で、これは、ナダールとガーゴリ殴っていいかなと思います。ワンドロー。うん。いい感じに飛びましたね。で、エンドで。で、次からどこに入るかなんですけど、土地止まっちゃってるのが結構重いですね。あとはレンジャークラスはめんどくさいので消してあげましょうか。スパイクレイブの亡霊で。これ以上サイズ上げられるのも嫌ですからね。殴んなかった、いや、これはもうガーゴイで殴った方が早いか。そうですね。殴りましょう。一応何もなければ次のターンに勝てますよっていう形になってますね。6マナ。パワーブルックの世話に。は関係ないですね。うん。到達持ってるわけじゃないんで。ほい。あとは投げて勝ちかなと思います。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。
はい、対戦よろしくお願いします。先手、まあキープしてもいいかな。ガーゴイルパラディンから入る形になるのかなと思います。アガディームの覚醒はなんかあんまり行きたくはないんですけどね。あタップイン土地まあとりあえずガーゴイルから置きましょう。基本的には一旦ダンジョン一周したいのでこっちからでいいかな。あとはまあ相手が白タンっぽそうなので一応拾いに行きます。一芝居の使い魔、使い魔、まあとりあえずまあさすがにパラディンか。さすがにナダール置きます。ちょっとテンポロス踏むんですけどね。これはゴブリン出した方が強いかな。宝物出してスカイクレイブの亡霊に備えるのも一つの手だったとは思います。粗暴な聖戦士ナダールが消え、そんでもって石灰の使い魔2体がサイズアップして、ここだ、こことここ止めましょう。ほい、ポータブルホール切ったら切ったでいい。いやでもこれはガーゴリでいっか。プラス1カウンターでいいかな。ほい、エンド。まあブロッカーとしての性能自体はそこそこ高いんで、トーバスターの報酬、やっぱこれアグロに入れるのが一番強いですか。いや違うな。とりあえずスカイクレイブの亡霊はバレましたね。カード2枚ドロー。トーバスターの報酬って何入ってたっけ。基本的にはなんか追放除去だった記憶があるんですよね。ほとんどが追放除去だった記憶があるので、まあブロックブロックで。めんどくさいとこはありますけど、まあスカイクレイブの亡霊立てましょう。粗暴な聖戦士消して、でこれでガーゴイルが動き始めますね。ワンドロー。土地、あ、まあ宿も使いたいし置いときますか。殴ります。エンド。一芝居の使い魔とかもね、ポータブル方で消すこと自体は可能なんで、これはほい、どこ取りますかね。対象次第だと先通していいんですよ。でもあれか、33のトークンしか出ないから消したら消したなんですけど、まあでもいっか。一芝居の使い魔のサイズ上げたくないですしね。消しましょう。この手の追放除去って一旦ね盤面から消えちゃうと話にならなくなるので、使い魔殴れないでしょ。殴っちゃうと、ああ勝ちましたね。殴られたのであれば、まあポータブルホールで消して勝ちですね。グッドゲーム、大戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手除去ハンド、対アグロに対しては強そうなんですよね。ただコントロール相手はまあどうしようもない手札なんですけど、まあそもそもこのデッキコントロールガンフリなので、コントロールなんか見る必要ないと思ってます。そしてリミヤコンですね。普通に、いや、リミヤコンなので、まあガンフリがついちゃうのかなって印象がありますけど、まあ思考の隅とかもまあ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 ローグクラス、なるほど。どうしますかねこれ。よろめく会、先にそこにある思考の隅消します。消しましょう。多分負け試合はこっちなんじゃないかな。どうしよっかな。スカイクレイブの亡霊いらないはいらないので捨てますか。まあ22のトークンなんでね、出てくるの。よろめく会にずっと怯え続けるのも嫌なので消しましょうか。あとはまあ急な落下も当てれますからね。じゃだ。これは2枚除去を立てるよりは
かな。いやでも2枚除去の方がいいかな。急な落下とりあえずジャダーに当てます。スクライ意味ないんですよね。まあ意味ないですけど一応やってきますか。いやこれはあの相手に食らいたくないんで下に送ります。うん、ロークラスレベル2。はい、墓地にはまだスカイクレイブの亡霊しかないですよね。うん、ローグクラス、まあターンもらって、まあ置いてナダールですね。持ってくるのはまあ11トークンで問題ないと思います。エンド、これで一応威迫もブロックはできるようになったんでね。うん、誘惑、取られるとまずいか。そうですね、はい。取られると非常にまずいことになるのでさすがに止めます。ただなー、いやーやりますか。ローグクラスあると多分そのまま負けるんで、すごいやりたくないんですけど、あのアガディームの覚醒でスカイグレイブの亡霊蘇生します。いや部品の組み立てでよかったかな。そうですね、ちょっともったいなかったかな。うん、部品の組み立てスカイクレイブでもよかったかなって気がしますね。うん、とりあえずこれで一旦は落ち着いたかなっていう印象はありますね。まあ2-2は殴れると思うんですけど、うん、まあまあまあエンドでいいでしょう。うん、相手これでもう殴れないはずなので、まあ除去があるのであればフロストドラゴンに除去切ってくるとは思うんですけどね。あ、ない、これ忘れてましたね多分。オリークの誘惑があるのかな。いやでもオリークの誘惑フロストドラゴンに切ってもなってとこありますもんね。ダンジョン踏破の意味はないので、これはフロストドラゴンとスカイクレイブで殴ります。うん、2点はちょっと痛いのでやめて、ゴブリンは残しておきましょう。こいつ何、知らないカードできた。うん、あんま処理したくないカードですか。マインドフレイヤーは特に問題ないので、宿で消す、急な落下でマインドフレイヤー落としますか。うん、これはドレイン、いやプラス1カウンターでいっか。うん、もう1枚切ってもいいんですけどね。いやでも切るならこっちか。そうですね、ほい、あんまここで切りたくはなかったですけど、まあ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 いいでしょう。ドローしてなんか死んで殴りましょう。うん、相手のカードを永久にパクる、よくわからんデッキでしたね。クリーチャーが墓地にいないのが嫌なんですけど、まあ決してフロストドラゴンとかでも殴っていきましょう。まあ私の構築の問題の可能性もあるんですけど、除去は結構多めなんですか、多めですからね。うん、まあそのせいで打点足んなくて負けること結構あるんですけどね。まあとりあえずはフロストドラゴンだけ殴っていきます。ほい、置いてエンド。まあさすがにあの手札1枚からここをどうこうするカードはないと思うので、うん、下手にやるよりはバローイン出した方が強いか。そうですね、ほい、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。うん、まあキープかな。後手ではあるんですけどね。うん、後手ではあるんですけど、まあ冒険者と回廊のガーゴイルでなんとかする形になるのかなと思います。キープしましょう。白黒、あーこれ冒険者冒険者冒険者とかいうねムーブができますね。うん、ミラーマッチの可能性はちょっとありますけどね。ありましたね、ミラーマッチの可能性。いやーまあこれは勝利した冒険者ではもう挨拶ですよ。ええ、これはもう挨拶ですよ。
で、グラスプとかを打つ必要はあんまりないのかな。しばらくはないですかね。うん。まあ相手の動きに合わせてって感じになりますけど、エスパー。あー、なるほど。戦闘講習入りですか。これならグラスプ打たなきゃいけないですね。うん。戦闘講習はありですね。このデッキの一番の問題って、やっぱりね、サイズが足んないってことなので、うん。サイズさえなんとかなれば OK っていうこともちょっとありますからね。まあ、ブロックしないで。宿は後で当てていいので、まあ、これはグラスプ打って、アガディーム置いて、冒険者で殴りましょう。できれば土地引きたいですね。まあ、スクライでいきます。バローウィンはちょっと今はいらない。うん、白がね結構被ってるので白土地が1枚欲しいかなと思います。まあ最悪宝物出しますけどね。うん、おっと4色フォーカラダンジョンですか。あー、トスキは消します。トスキは消します。時期をやってはいけません。うん、戦闘講習とトスキ合わさっちゃうとねちょっと面倒くさいことが発生するんで、まあとりあえず殴りましょう。これはゴブリンで、うん、エリービックさんか。いや5色ですね相手。うん、ちゃんと5色揃っている。いやこれほぼ全部あれか、戦闘講習だけで勝つ形かな。そうですね、エンジェルファイヤーユニッション44、非常に重いですけど、うん、非常に重いですが、まあとりあえずは、まあ冒険者を殴ります。サイズアップでいいかな。うん、サイズアップドロー。あー、急な落下が引けたんで OK ですね。うん、ドレイクも落とせるようになりました。まあこれは急な落下と、ライフ詰めに行く方が強いかな。ライフゲインっていう手段は、いやまあでもこっち冒険者が複数体いるんでこっちでいいかな。うん、まあ置いてエンドでいいでしょう。クレルマ同士の迷宮はまあ後々ね結構美味しくなる可能性が高いダンジョンなので、うん、いやでもね戦闘講習とかガンガン使うこの手のデッキ面白いですね。うん、いやこのデッキに戦闘講習入れましょうかね。うん、ご発散。まあこれは冒険者が1匹落ちるかなと思います。うん、落とされ、まあ一応アガディームとかでもね復活できるんでガゴリ置きましょう。まあスクライワン、うん、土地はいらないかな。ファンコストのカードもないですね。これ対戦相手投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたらわかる通りね、基本的には、まあ、オゾフのダンジョンとして、まあダンジョンで勝利した冒険者とか使って殴っていく感じになるのかなと思います。はい。で、まあ、フリ対面についてのお話をちょっとしていこうかなって思いますね。まずコントロール系統は普通に不利だと思ってます。このデッキって、まあミッドレンジぐらいの速、まあアグロよりちょっと一回りサイズがちっちゃくてミッドレンジぐらいの速になっちゃうんですけど、でそういう点のデッキってコントロールのライフ削りきれないんですよね。はい、それがまあ非常に厳しいポイントなのかなと思います。あとはね、まあ多分クロタンのサクリファイスとかも結構不利になっちゃうんじゃないかなと思いますね。うん、まあ除去自体はそこそこ多いのでアグロ相手にはそこそこ戦えるようにはなってるので、まあ対アグロは強いんですけど、まあどうしてもクロタンのサクリファイスだったりとか、まあ普通の純正コントロールみたいな中速デッキ借りに来るタイプのデッキ相手には結構不利がついちゃうのかなっていう印象ですね。はい、それとまあ種類がまだちょっと足んないかなっていう気もするんですよね。どうしてもこの手のスカイクレイブのボールだったりとか粗暴な先戦士みたいなカード入れなきゃいけない、3コスト帯2コスト帯ぐらいの強いカードっていうのがまだ少なくて、はい、その辺含めても結構厳しい印象がありますかね。うん、まあ弱いわけではなくなったのは非常にでかいポイントですけどね。はい、ただねどうしてもサイズが純粋にちっちゃいっていうのが非常に
重くのしかかってくるタイプのデッキなので、はい、その辺だけ注意が必要なのかなと思います。そしてね、今回ちょこちょこ使ってて強かったなって思ったのは部品の組み立てですね。このカードなんかわりかし強くなったというか、使いやすくなったと思うので、なんか別のデッキ作るのに使えそうだと思うんで、このカードはなんか面白おかしく遊んでいくのがいいのかなと思います。ただね、このデッキの場合は例えば勝利した冒険者のサイズが44先制摂氏になったりとか、回廊のガイゴイルが73、いや74か、74飛行とかなったりとか、結構優秀なポイントがあるので、こういうちっこいカード、ちっこくて、まあある程度ETB とかが強いカードっていうのに、ね、使ってあげると、このカードは非常に強いのかなと思うので、はい、まだまだ構築の仕方はいっぱいあるのかなと思うので、よろしければ皆さんぜひ使ってみていかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは。